こんにちは。今回は囲み別包を通常の普通のジェルで作るのとジュエル用のちょっとぷっくりしたものを作る専用のジェルで比較してみました。まずは普通のジェルからいきたいと思います。パレットの上にジェルを横長く色を出してもらって違う色が隣に来るように並べていきます。でそしたらこちらをアート筆で縦に拭っていきましょう。でそうするともう筆の上にジェルが乗った段階でマーブル模様になっているのでそれをそのままこのチップの周りに乗せていきます。通常のジェルなのでそんなに高さは出ないですね。でこれを硬化していきます。あんまり高さが出なかったので囲み別包は結構ぷっくりしたデザインが可愛かったりもするので二度塗りしていきました。でこちらも硬化していったらトップコートを塗っていきます。トップコートは段差のところにジェルがたまらないように塗っていってくださいね。そしたらこんな感じです。細くね仕上がって可愛いですね。そしたら今度はこちら気まぐれジュエルというこのぷっくりしたものを作るとき専用のジェルを使っていきます。こんな感じですでにねパレットに出した段階でぷっくりしてますよ。でこの間にジェルを置いていきましょう。さっきと同じようにね横に長く並べていったらこんな感じですね。ちょっとぷっくりしてますよね全体的に。でぷっくりしててもしっかり固まるようになっているのがこのジュエルの特徴なのでこのままこちらも筆で縦に拭っていきましょう。でねこの筆についている段階ですでにちょっとぷっくりついてますよね。でこれをさっきと同じようにこのチップの枠をこういう感じで作っていきましょう。で一度塗りでもかなりしっかり高さとこの幅が出るのでこちらは一度塗りでいきました。で硬化していったら、トップコートを塗っていきましょう。こんな感じに仕上がりました。一度塗りでもしっかり囲み別包らしさが出てますね。あんまりぷっくりしなくてもいいなっていう時とか細めに仕上げたいっていう時は通常のジェルでぷっくりしっかりとした存在感で作っていきたい時は気まぐれジュエルがおすすめですよ。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録とまた見てね。